広島の折り鶴を衣服に、に。広島市には毎年、国内外から1000万羽、約10トン以上の折り鶴が寄せられる。市は像の周囲に一定期間飾った後、別の場所で保管し、色紙や灯籠用の和紙などで折り鶴を再利用する試みを昨年度から始めたばかり。